はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでなめこさんですね。はい、プラチナムアニバーサリーですね。こちら一つとアーカイブシグネチャーを一つずつですね。はい。じゃあ、ちょっとね、今、山本さんが、一回目カートが満杯になっちゃって、今日、出荷量が多かったので、よいしょ。おかげさまで。ありがとうございます。はい。で、一回、置いて、また、取りに来るというので、まあ、その隙に間に合えばと思って今、ちょっと開けておりますが、これ、ちょっとカード片付け結構、時間かかるんで、まあ、こっちはパカですけど、よいしょ。間に合えば今日出したいなというところです。まあこれもちょっと入荷が遅れてしまってね、ちょっとやっぱり、発売日と同じ、アメリカの発売日とね、同じぐらいに来ないと、やっぱりアメリカから並行輸入で引っ張ってるところ、まあ、ね、まあトップさんね、大元は今親会社がファナティックスになってますけど、B2B 禁止なので、基本的には。まあ企業間じゃないですか、お店も。日本のお店もね。海外だからいいのって。そういう話になっちゃうんで。まあ、なのでね。向こうの、ね、やっぱり大きなショップとか問屋は、まあちょっと前にこう入荷しちゃってる可能性も高いから、そこから来ちゃうんですよね。まあ何でもそうですよね。はい、シリアル。お、レンドンと。75C。はい。アンソニー・ドンドン。レンドンドンですね。ちょっと笑えないですよ。うん、笑えないです。はい、お、キンド。お、ジミー・ローリンさん。50シリ。結構シリアルも箱で5、6枚普通に出ますね。で、カードもかなりやっぱり、はい。去年なんかすごい状態難があったみたいですね。なんか、去年は取り扱いなかったから。ハニガーさん。よかった。今年はかなり状態は、はい。申し分ないです。なんか難があったらね、すごい。メールで報告しちゃいますから、店長。なんだこれひどいぞ、これ。よいしょ。はい、メールオートさん。おー、クレメンツさん。いいっすね。やっぱ当時の選手、50年の時のね、青だ。はい。ジーターさん、ルーキーですね、199。その選手が、たちはやっぱいいですね、このデザイン。お、ジムパーマーさん。おー、レジェンド来たね。はい。おいっすね、54。やっぱレジェンドを引くといいね。アニバーサリーは。はい。で、コングラチュレーションだから成績わかんないでしょね。だからアーカイブシグネチャーってとてもいい製品なんですよ。その選手、ね、知るきっかけ、いや、テオスか。ね。きっかけというか、こう、ね、実際どのぐらいの成績を収めた選手なのかっていうのね。シーガー、エクスラクター。あ、いいね。結構、レジェンド多いのかな。はい。お、ミッチェルさんはルーキー100シリー。ピンクシマーじゃないか。ピンクシマーか。カサスがいました。リフのバルトですね。シュミットの499ですね。ロゴリフラクターみたいな。リフ。はい。ルーキーですね、こちらもね。うん。カナン、カナンスミスさん。
ゲリー・カーターさんだ。うん。これチームカーター、ピッツバーグも後ろブランク真っ白でしたけど、これもチームカラーの、なんだろうね。白もいたけどな、当時。あ、オレンジだ。はい。よいしょ。ザック・ウィーラーさんだ。25シリも来ましたね。なんか50シリあたりは普通に箱で出るようなイメージですね。なんか今日 PB してる限り。まあそんなに多くないですけど。あ、来ちゃいました。明日の出荷になっちゃいますね。今日はちょっと間に合いませんね。これカード。片付けて。間に合うかな。ちょっとローダーもね。バタバタですね。ずーっとラベル印字して梱包してを繰り返してました。もう100個が普通ですね、うん、忙しいとやっぱ300ぐらいの出荷みたいな。今そんなになってきちゃってよいしょ。このままで出荷、まあね、バイトというか社員だよね、雇ってやるか、お店再起動するか。ね。どうしようかなというところです。あ、これ後でやればいい。とりあえず、パカの方を開けちゃいますね。サインはレジェンドジム・パーマさん、いいですね。やっぱこのデザインだからこそいいんですよ。ね。はい。じゃあこっち。こっちでジム・パーマさん。面白いオリオールズのレジェンド結構多いからな。いきます、せーの、よいしょ。トムグラム、オッケー。はい、いいですね、かっこいいなね。グラビンさん、スモルツさん、マダックスさん、サンバガラスね、当時ね、すごかったですね。で、まあスモルツさんがあの中継ぎや後ろやったりして、まあちょっとね、結構怒りんぼなイメージがありますけど、あの後ろや中とかやってくれるんですねみたいなね。でマダックスさんとグラミンさんが先発を同行してやってたという感じですよね。ああまだね、うん、ブレイブス3年目ですから、メジャー上がって3年目のカードだ。あ、これはいいね。やっぱ2年目3年目あたりのカードはいいね。セレオンカード書いてね、はい。じゃあちょっとあのね、ちょっと梱包してみます。間に合えば山さんからメールいきます。ありがとうございました。